コレサワさん、お久しぶりです。今回はですね、商品購入ありがとうございます。はい、いかがお過ごしでしょうか。はい、僕は死にそうですまあ生きてますけど、まあ好きでやってるんでねまさか宗谷岬2回はちょっとね、想定外でしたけど、いやマジでちょっと想定外ですね。往復700キロか800キロ、800キロぐらいなのかな、往復800キロなんで、まあ東京から岡山以上行けるんですけど、なかなかファンキーな旅でしたねはい、今まあ札幌に戻ってきまして、マガ喫茶の方でいろいろとこうやってたんですけど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、頑張りましょう、まあ、頑張るしかないですね。頑張りましょう。まあ今回ですね、まあ正直その情報発信、まあそのこの商品のコンセプトが、情報発信がなかなかできない人向けに、まあ作ったというか、まあまあコンプリートしたんですけども、まあFXとかね、バイナリーオプションとか株とかいろいろあるんですけども、まあその中でもブックメーカーっていうのがまたあって、まあ本当タップするだけで利確なんで、であとはその勝つか負けるかの世界ですから、その中で勝ちまくってるっていうのが事実としてあるので、これ以上ね、まあ最近もうずっともうね検証してますけども、僕もねすごいなと、ここまで負けないのはマジで神だなっていう、 FX だったとしてもここまで負けないってありえるみたいな、まあ FX はアッパーが結構ない部分があるんで、まあ何億単位とかでやってる人もねいますけどもね、まあそこまでいらないと思うんですよ。だからブックメーカーで、多分最高ベット金額200万だったかな、まあちょっと上限はありますけど、それでもまあ普通に毎日3万とか勝てば200万いきますし、まあ実際に、今回の無料試しでつけてる助言ですね、助言黒子の助言、予言かで100万いってる人もいますし、まあお金の稼ぎ方はいろいろありますんで、まあこれも一つかなと。僕の場合はまあ情報発信して集客して何かこうやって商品売っていくとか、まあそういうのを今メインでやってるので、まあこれからもこれはやってきますけれども、まあそれができないと、僕はね こっちの方が間違いなく安定するし間違いないと思ってるんですけどね。まあブックメーカーもここまで勝ってるんですごいんですけども、まあ人それぞれですからね、人それぞれですから。僕はなんかそのなんかブックメーカーとか FX、 確かにその勝てるようになったらお金は稼げるかもしれないですけど、やっぱ表面上の額面というかね、やっぱこのやり取りが僕は好きでもありますんで、ただこのやり取りがめんどくさいとかね、まあ、いろんな人いると思いますし、僕はこれが好きなんで、なんかまああと、まあ、さっき LINE でもちょっといただいたんですけど、なんか商品買ってね、アドリアカ入ってで、その結果報告だったかな、なんかすぐ結果出ましたみたいなっていう、このやり取りが面白いんでやってますけど、はい、頑張りましょう。まあほんとこれだけでも稼げますから、あとまあ得点でつけたトップバズもほんと収益上がりやすいんで今、だからあれで軍資金作ればね、ほんとに初期費用ゼロで軍資金作ってブックメーカー増やせんじゃないかなというところで、あれ今のところ最強かなと思います。 TB 手法、TB 手法ね、マジで最強だと思いますよ、今現段階では。トップバズがやっぱ収益性が結構高いんで、まあ、あれでずっと稼ぐっていうのは僕は微妙だと思いますけど、ただ軍資金を作るという部分ではすごくいいんじゃないかなと思いますんで、だって軍資金を作るという名目でね、ちょっとやんちゃやって、まあ実際僕も30万ぐらい入金されてるんで、もこの昨日も15万ぐらい入金されましたけども、そう、はい、まあちょっとダラダラと話しちゃいましたけど、頑張っていきましょう。はい、メールの方で記載してますので、またなんか悩み事とかあればですね、メールいただければなと思います。ではまたよろしくお願いします。